湿布とは、ある程度の水分を含んだ布を意味し、主に物に効果を与えるために貼って用いるものである。大別すると、オン湿布とレーシ湿布の2種類に分けられる。主に筋肉の緊張を和らげる目的で用いられる。他、内身、念座や皮膚病などの治療のために使用されるものもある。水分が多いため、肌への密着度が高く、薬効成分が効率的に浸透する。 布の部分はその薬部分を保護して貼ったままでの活動を容易にし長時間の保持にも役立つ古くには馬肉のスライスが内身などに効くシップとして用いられたり練った木薬を布に塗布して肌に貼ったりしている現代でもそれは行われているが市販品としては腰痛や肩こり筋肉痛の緩和のためのシップ薬が普及している素材面から見るとパップ剤と テープ剤に分けられる。詳細は、外用薬調布剤を参照のこと。欧米では、痛みには、飲み薬が処方されることが一般的であり、湿布は用いられても薬扱いされていないことが多い。第2世代の湿布とは、イブプロフェン、ジクルフェナク、インドメタシン、フェルビナク、ケトプロフェンなど、強力な小塩鎮痛剤を配合したもの。炎症の主張のうち、 発赤や熱感はヒスタミンやセロトニンによって引き起こされるので、遠接は直行しない。適切な時に使用すれば強い鎮痛作用がある。痛みの原因が筋肉疲労でない場合は原因疾患の治療が必要である。2015年3月19日、日本政府の規制改革会議に設置された健康・医療ワーキングチームにて第1世代の湿布薬については、 医療給付の対象から外すとともに処方に制限を設けることが議論された。結果的に2016年度から1回の処方において70枚の上限が設定されることとなった。製品にもよるが大人用の湿布は子供に使用してはいけない。効果が強すぎて肌がかぶれ剥がせなくなってしまうためである。特にインドメタシンの成分の湿布には注意する必要がある。 湿布に限らず、調布剤全般に起こり得る副作用として、調布部の皮膚にかぶれを生ずることがある。特に、高齢者においては、65歳未満のものに比べて、調布部の皮膚に接触性皮膚炎のような副作用が起こる確率が優位に高いことが知られているため、注意を要する。エンせず配合の第二世代湿布については、エンせず全般に見られる副作用に注意を要する。 特に、ケトプルフェン配合の湿布薬剤については、抗線過敏症などの副作用に注意を要する。特に、欧州医薬品庁においては2010年7月に、一般用医薬品としての販売を停止するとされたが、日本における対応は不明である。アメリカでは、ヒサミツ製薬が、サリッチルサンメチルとエルメントールの含まれたサロンパスに用いを商標登録している。 来年からシップや黒処方枚数に制限欧米では使われない不思議な薬ヘルスプレス平成28年度医療報酬改定マイナス1処方につき70枚の制限に優しい薬の説明書2017年1月22日閲覧 ロキソプルフェンナトリウムテープの添付文書ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.min-iren.gr.jp ュ p イコール2万 6791https コロンスラッシュスラッシュ www.mhlw.go.jp スラッシュ www.1 スラッシュ k i n ケイワユースラッシュ i ワエイケイユー J、ェイイヤクジェイアンザン法276から1 pdf 読売新聞2015年8月18日長官第13番10経済 ありがとうございます。